小川真白の初心者戦車ということで第2弾、はい、第2弾はですね、ワコーズさんのクイックワックス水垢取りマックスということでですね、水垢洗車後に使うやつです。一度ですね洗車していただいて、で先ほどまあ水拭き取ってます。で水を拭き取った後、まあ、ボディも乾燥しましたというところで使っていくものなんですけれども、例えば、まあ、こういう形はちょっとこう水垢が残ってる、わかるかな、わかんないかもしれないようなところにですね、この水垢取りワックスをウエスにつけます。閉めましょうつけます。で磨くとちょっとだけどうですか、こことか、あ、こことかがわかるかな、どうだろう、つるっとしてるのわかります、割と綺麗になったんだけどな割と綺麗になったんだけれど見えるかな、よいしょ、こことか白なのでちょっと分かりづらいかもしれないですね、よいしょ、どうですか、とか、こういったところですね、こういったところにキュ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 ッとキュ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 ッとキュ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 ッと、この辺とか分かりやすいかもしれない、キュ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 、私のやつ白だからあんまり、赤、これやった後分かりづらいんですけど、黒のやつでやった時はこういう感じで拭いていただいて、でコシコシコシっていただいて、で終わったらこの綺麗な面で一回拭き上げてもらうと、結構ツヤツヤになったの分かりますか、ツヤっとした、そうツヤっとした感じになっていきます。はいですね、こことかもやりましょうか、せっかくなんで。はい、で黒いところの注意事項としては、残らないように、乾いたやつとか、綺麗なやつをですね、準備してもらって、上から拭き取りをしてもらわなきゃいけないっていうところにはなるんですが、もうどうしてもね深い傷とかは無理なんですけど、細かい傷とかは結構綺麗になってくれます。こういうところですね、ここも結構水垢とかついちゃうときあると思うんですが、こういうところもですね、きれいにして、メーターを見やすく、よいしょ、こうやってしたりとかですね、やっぱちょっとこうやってやってみるとちょっと曇ってますよね、なんやかんやと、なんか思ってるより曇ってた、はい、なのでこんな感じでですね、よいしょ、こういうところの汚れも落としつつ、よいしょ、でやっぱり柄なんだろう、透明なところとかはその乾いた面で拭き上げてあげる方が綺麗になるかなと思います。すごい綺麗になった、はい、わかるかな、逆に現物見た方がわかりやすいかもしれないですね、はい、結構綺麗にはなっているんですけれども、ちょっと私のカウル汚いので、こういったところにもちょっと使っていきます。はい。もうね、よいしょ、これだいぶ分かりやすいかもしれない。よいしょ。はい、ちょっとこっち、まず表面からきれいにしました。次、裏面いきましょう。これ結構ね、分かりやすいと思うんだよな。よいしょ。いかがでしょうか。はい、どうでしょうか、結構わかります、多分ビフォーアフターを見るとね、多分わかると思うので、こんな感じでですね、いろんな、水垢があるところをきれいにできるのがこのクイックワックスですので、まあ、1本あるとかなり便利かなと思います。洗車後の仕上げとかに、簡単に使っていただけるので、ぜひこちらも初心者の方ぜひ揃えてみてください。とクイックワックスの注意事項です。濃い色、私のやつ白なので、あ、そんなに気にしなくても大丈夫かなと思ったんですけれども、まあ、濃い色だったりとか塗装がちょっと劣化してるなとか、
そういったものの場合にはですね、目立たないところで試してみてください。私もさっきこのカウルのところやった時はちょっと目立たないところからスタートしてます。あとですね、こちらなんですが、シミや色のムラの原因になっちゃいますので、直接ボディにかけるんじゃなくて、こういったウエスだったりとかスポンジにつけて、使用するようにしてください。そしてですね、ゴムの部分とかはちょっと使えないので、そこは注意してください。以上、クイックワックスの注意事項でした。それでは今日の、阿川真白の初心者戦車はここまでです。さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会へのご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。